仕事といった方が多いんでしょうか。で、いつもお仕事の方も多いかと思いますので、ゆっくり休めるときにお休みいただきたいですね。あと5日ぐらいあるんですか。いいですね。5日までですか。あと人によってはそうですよね、6日から仕事ですと。なるほど。金曜日から通常業務ですねといったコメントも届きます。有給取って9日まで。確かにこの時期有給推奨日の企業の方も多いですもんね。金曜日から仕事ですねと。金曜日休めるかどうかで変わる。有給は消化しますか。どうなんでしょうか、ね、やっぱりこうゴールデンウィークですけれども、ゆっくり休んでいる方も多いかと思いますが、明日のお天気気になる方も多いですよね。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。